バーニアは、ノギストに付随し、最小メモリー以下の数値を読み取る補助をするもの。フランスの数学者、ピエール・ベルニエによる発明とされ、名称はその名の英語読みに由来する。転じて、英語では、機械工学用語で、補助装置のことをバーニアという。また、微動、微調用に用いられることから、ロケットや宇宙船の姿勢制御用の補助エンジンも、バーニアと呼ばれる。 ノギスにおける複尺の用法。対抗する、主弱の目盛り線と複尺の目盛り線が一直線になる。1の、ね、7が複尺の読み値。これに複尺の倍率1、10をかけ複尺分の測定値 0.7mm と、する。主弱の測定値 2.4cm に複尺の測定値 0.07cm を加えると、測定対象の長さが求まる。多くの場合、 主弱の9、10あるいは19、20の間隔でメモリが振られており、測定点にバーニアの0点を合わせて主弱のメモリとバーニアのメモリが一致した場所を読み取ることによって1、10あるいは1、20の単位を測定するものである。通信機や測定機の微動ダイヤル機構でメモリに複尺がついたものをバーニアダイヤルという。抵抗制御の電車や電気機関車において抵抗 制御段数を増やし、各制御段間のトルク変動を小さくすることで、加速時のショックや同軸の空転を減らした制御方式のことを、バーニア抵抗制御と称する、超多段式抵抗制御とも言う。これにより、乗り心地の向上や、駆動力の有効な活用による、牽引力の増加を図ることができる。ロケットの姿勢制御用、スラスタ群のうち、 微調整用の消失力のものをバーニアスラスタという。例えば、スペースシャトルの姿勢制御システムは38個のプライマリースラスタと6個のバーニアスラスタを備えている。ありがとうございます。